ウズムシは変形動物門の中で寄生生活をせずに自由生活するグループを指し、以前はウズムシズナという分類群が置かれていた。しかし、現世の寄生生活性のグループと自由生活性のグループの共通の祖先が過去に存在したのではなく、自由生活性のグループが枝分かれして多様に進化する中で寄生生活性のグループが登場したことが判明し、 ウズムシズ綱という分類群は消滅した。現在、変形動物門に属する綱として、小砂上綱という傍状対抗がある。ただし、ウズムし類あるいは自由生活性、変形動物類としてのグループ化は、様々な研究的側面で、現在も注目されている。一家に、ウズムし類の形態的及び生態的特徴を示した。 一般に小型で5ト、mm、ル以下のものが多く、体型は多様であり、防水系、楕円形、円筒型、洋状、紐状、糸状を呈し、配腹に、扁平のものも多い。一般に、体は柔軟で全体、または一部に洗毛を生じ、無体節、腸は単一農場ないし分岐を持ち肛門を書く。なお、 ウズム虫という名の由来は、専門の一本一本が渦を巻いて動いていることによる。原人関係で排出し、原体光類で左右相性型動物の下にある。口は腹側に位置するものが大半で、一部に頭部上方にある種類や口を書く種類もいる。目には、目点と色素肺型タンガンとがあり、前者は多色目、後者は有望状態向の大半に見られる。 一方、小子上綱の鎖姫渦虫属は、目の位置に1体内し4体の固定が脳に付着している。この小期間は光屈折に関係するものと考えられる。ほとんど大部分のものが私有動体で、その多くは有性戦熟である。主に有性生殖により繁殖するが、小子上綱のすべて三儀長目の一部。 有望状態高多色目の細口姫ムシ科では、有性生殖とともに、横分裂や、破片分裂などの無性生殖を行うことができる。海水、または、淡水、またごく一部は陸上に生息する。有望状態高膨張目の窃盗類のように、炭水産の十脚甲殻類、昆虫類、貝類、カメ類など様々な動物に依存して生活するものも、あるが、 大部分は自由生活者である。ウズム虫類の多くは肉食であるが、有望状態交多食目のマクロストマムリニアーノのように形相を食べる種や小砂状綱のパラカテヌラ、ガラテーアのように口をかき、腸内で共生する細菌を食べる種もいる。また、肉食性とは言っても、種によって獲物の種類は異なり、例えば、小砂状綱鎖姫ウズムシ属の小型鎖姫ウズムシは、 弁毛虫類を、上口鎖姫渦虫は、全毛虫類を、月の輪鎖姫渦虫ズムシは、臨境動物類を好んで食べる。他にも、四方動物門のヒドラ族を捕食し、ヒドラの持つ、未射出の四方を巧みに利用することで知られる、蝶詰姫渦虫などがいて興味深い。ありがとうございます。